新年明けましておめでとうございます。谷村新司です。どんなお正月過ごしてますか？もうお正月、年が明けてからこれだけ時間が経ちますと、いろんな出来事が、あなたの周りでも起きているかもわかりませんね。初詣っていうのはもう済ませましたか？さあ、気持ちも新たに、ラジテレ今年の1回目です。ゆっくりとあなたと始めて参りましょう。さあ、今回のテーマはお正月です。もう予測通りだと思います。お正月、昭和の頃のお正月、これをこう振り返ってみると、だいたいたこ揚げか羽根つき、カルタ取り、あと近所のどっかでお餅つきやってる、そしてこたつに入ってみかんを食べる、家族揃ってっていうのがだいたい一般的な昭和のお正月だったかなぁなんて思います。そして平成になった頃からは、家族よりもお友達と過ごすことが増えてきたような気もしますね。初詣でも、家族単位から友達恋人単位へと、徐々に変化していって、新年宴会も、めっきり減りました。もう忘年会もめっきり減って、おそらく新年宴会もめっきり減ってるでしょうね。人が集まってワイワイとやるっていうのをみんな自粛、暗黙のうちに自粛している。これってあんまり意味がないんじゃないかってやっぱり思う人も多いと思うんですけども、でもこのみんな集まってワイワイやるっていうことがくれる元気、エネルギーっていうのも決して忘れちゃいけないなと僕は思ったりもしますね。